北朝鮮が今日発射した一発の弾道ミサイルについて政府は ICBM、大陸間弾道ミサイル級で74分程度飛翔したと明らかにしました飛翔時間は北朝鮮のミサイルとして過去最長となります防衛省によりますと北朝鮮が発射した ICBM 級弾道ミサイルは過去最長のおよそ74分間、1000キロ程度飛翔した後 北海道奥尻島の西およそ250キロの日本海に落下したとみられます最高高度はおよそ6000キロを超えると推定され通常より角度をつけて打ち上げるロフテッド軌道で発射されたとみられるということです国際社会の平和と安全に安全を脅かすものであり断じて容認することはできません強く避難をするところですすで、えー、に リトアニアを訪問している岸田総理大臣は北朝鮮を非難したうえでこのあと予定される韓国のユン大統領との会談でも連携した対応を確認するとしました。